つばめて。めっちゃ落ち込むやん。おお。マジやん。じゃもう一回だけいいよ。やる気があるなら。ある。うわあ。なんかもうああ歯がゆい。皆さんこんにちは、ごはたいチャンネルのパッパです。今日は、はい、鉄棒検定。おはるちゃん、鉄棒が得意な方だと私は思っているのですが、いろんな動画で鉄棒検定っていうのがあったので、おはるちゃんにもちょっとチャレンジしてみてもらいたいなと思って、はい、今日はやってみます。はい、どんな技があるかおはるちゃんはまだ知らないんですけど、自信ありますか？あります。あります、うん、ありますね、うん、鉄棒検定って言ってから10級から1級まであるんだけど、まあ、1級に行くほどいいってことね。だから野球の球も1球目、2球目、3球目。違う、おばちゃんが何球取れるかチャレンジしてみたいと思います。では早速行ってみましょう。レッツゴー。さあ、それでは早速やっていきましょう。はい、今回はできた数によって何球か決めてみたいと思います。はい、じゃあ一つ目の種目っていうのかな、一つ目の技何ですか？ツバメ。ツバメて、ツバメて。はいはい、どうぞ。おお、できた、ツバメ成功です。当然でしょう。二つ目はフタンホシ。フタンホシて、よし。お、布団めっちゃめっちゃめっちゃ揺れるやん。はい、オッケー、布団欲しい、成功。三つ目は何ですか？はい、前回り折り。通常の前回りってことでいいんじゃないですかね。お、成功です、イエーイ。四つ目は何ですか？はい、足抜き回り。じゃあ足抜き回りお願いします。はい、おえー、成功。5つ目お願いします。はいはいはい、 OK、 成功。はい、じゃあこのまま6つ目、コウモリから降りる。こんなんでいいの、コウモリから降りるって。はい、じゃあ6つ目も成功。じゃあ7個目お願いします。こうやって、うん、おー成功。おー一周してきた、順調ですよ。じゃあ8個目、踏み越し折り。踏み越し折り、ちょっと見といてくれ。こうや、こうや、こうからのこうや。改めまして8個目、踏み越し折り、うん、お願いします。うんうん、ここから、そうそう、よいしょって飛び越えたらいいんちゃう。へえ、怖い怖い、目立ってる。何、うん、おここで一つ目が失敗。え、なになになに、挑戦だけしてみる。いや、思ってるより簡単やと思うで。まさかのところでつまずいている。大丈夫、あの落ちた時に刺されるように。なんか技かかってるで、足かかってもうてるで。かかってるやん、これで。こっちはそう、ここまでいってみよって。いける、ほんまにいける。どうぞ。どうなってるの？どうなってる？もう絡まってるよ。絡まってる。絡まってるよ。大丈夫ですか？どうやって降りるの？落ち込んでる。まだ先は長いぞ。そう、まだまだなんで。めっちゃ落ち込むやん。嘘でしょ。全部できたかった。ちょっと。嘘。やってみたい。全然泣くとこちゃうけど。さあ、小春ちゃん、気を取り直して9つ目。四角
け上がり。どっちの足か分かる。片方かけて上に上がる。どうしたどうしたどうした。ねえちょっと待って。できてた技やで。おーできた。めっちゃ目できてる。どれ？ほら。え？ちっちゃい。できてねんじゃね？折り返してんの。10個目。足掛け前転。ってこれやったことあったっけこれ？ない。いけるかな？できる。おおかっこいい。頑張れ。できてる。できてる。できすぎた。できた。オッケー成功でしょう。成功。いたたたたいずる。11個目。はい。足掛け後転。後ろ？今度さっきの後ろバージョンじゃん。あれ後ろはやったことなかったっけ？ない。あこれもない？前の。でも前の方が難しいよな。後転の方がなんか楽そうなイメージあるけど。後転の方が難しい。でも地獄回りできんねんからこれできんじゃん。おお、やったね。いいよ。やったことない技でも成功してるよ。すごいすごいすごい。はいはい、次。じゃあいきます。12個目。はい、逆上がり。ここで。ここで。ここで。はい、いきます。はい。イエーイ。じゃあ13個目。だるま回り。聞いたことあるな。連続で。一回できたらまあ成功はする。1回しかできてないやん。オッケー。はい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 、すごい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 。いつもより余計に回ってます。調子出てきましたよ。14個目。プロペラ回り。来た。練習中のやつじゃん。こうや。だー、惜しかったー。惜しかったよ。さあ、いよいよ終盤ですよ。15個目。腕立て後転、空中逆上がり。イエーイ。じゃあ16個目。大き飛び。ゲゲゲ。気持ちいいな。足かけてこうやって飛べてんな。うん、これはもう。ちょっとこれはスキップでも。あ、もう。負けず嫌いの小春ちゃんもスキップを使いました。スキップ。17個目。はい。地獄回り。何やってんのよ、ママ。わあ。なんでや。なんでや。いや、もう一回。今ならいける？うん、おー。おい。じゃあこれに続きまして18個目は、はい、天国回り。あ、ちょっとこれはスキップだね。天国回りはスキップ。じゃあもういよいよラス2ですよ。19個目は、はい、腕立て前転、空中前回り。おお、これはいけるやつ。いけるやろ。いけるやつ。はい、いきます。はい。おお、いけすぎ。いけすぎ、いけすぎ。助走出しでいけるようなさあ、いよいよやってまいりました。20個目。懸垂坂上がり。懸垂坂。あ、噂で聞いたんですけど、懸垂ググーってやるときは鉄棒より上にこう上がってから坂上がり。ちょっと上がったぐらいでは懸垂って呼ばないらしいよ。頑張れ、応援してます。はい、これだけさ、2回チャンス。何そのルール。2回でいいから。じゃあ2回は許してあげよう。2回でいいですか。いいですよ。おっ、あー、やった。おいけてるかも。あー、惜しい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 。わー、惜しかった惜しかった惜しかった。めっちゃ惜しいやん。じゃあもう1回だけいいよ。やる気があるなら。ある。 OK、 いいよ。あ、いいよ、そっからいけたら成功。あー、うわー、うわー。
歯がゆい。親心歯がゆい。結果発表。結果発表。小学2年生の小春ちゃん、鉄棒検定20種目20個技を終えました。お疲れ様でした。20個中15個成功しました。拍手。まあうち3つがチャレンジして失敗、2つはもう最初からスキップ。バーッと、計算しますと、まるちゃんは鉄棒検定4級おめでとうございます。4級行きました。うん、素晴らしい。あと1個成功したら3級やったかもね。なんか意外な技でつまずいてたけど。じゃあまた練習しような。次タイチやで。頑張りな。あ、もうやる。また今度でよかったんけど。じゃあね、バイバイって。バイバイ、次は僕だよって。